初演の写真。第二幕、カルディアックと娘、カルディアック作品39は、パウル・ヒンデミットが1926年に作曲した、前三幕のドイツ語オペラ、E.T.A. ホフマンのスキュデリジョーを原作とし、金イク種カルディアックの作品にまつわる殺人事件を題材とする。演奏時間は、約1時間30分。ヒンデミットはそれまでにも、 短編のオペラを書いたことはあったが、複数の幕からなる本格的オペラは本作品が最初である。フェルディナント・リオンによって台本が書かれた。原作とは大きく異なり、タイトルロールのスキュデリ城は登場しないし、推理小説的でもない。1926年11月9日にドレスデン国立歌劇場で初演された。日本では2013年に新国立劇場で初演された。 第二幕に登場する王は歌わない。舞台は17世紀、ルイ14世の時代のパリ。連続殺人の噂に不安がる人々の歌唱で始まる。通りかかった伝説的な金細工師カルディアックを見た貴婦人に対して、騎士は彼の作った金細工を買った人間が殺されて、金細工を奪われていることを説明する。貴婦人は騎士に向かって、カルディアックが作った。 最高の金財庫を自分に送ってくれれば自分は騎士のものになるという。夜、騎士はカルディアックの金の帯を入手して、貴婦人に送る。貴婦人は喜んで騎士と愛し合うが、そこへ覆面をした何者かが現れ、騎士を殺害して帯を奪って逃げる。カルディアックは仕事場で金商人と金の購入の取引をするが、金商人はカルディアックが殺人犯ではないかと疑っている。 カルディアックの娘は、士官と愛し合っていたが、父を見捨てるわけにもいかないと悩む。しかしカルディアックは娘が結婚するならばすればよい、と冷たく言い放つ。王が彼の作品を買いに来るが、自分の作品に対する所有欲が強いカルディアックは、王を殺さなければならなくなることを恐れて売るのを拒む。シカンに対してカルディアックは、自分の作品以外には、興味が持てないことを告げる。 士官はカルディアックから金の鎖を買う。カルディアックは娘の将来の夫を殺すわけにはいかないと悩むが結局変装して士官の後を追う。酒場の外でカルディアックは士官を襲おうとしてもみ合いになり士官は殺人犯がカルディアックであることを知る。カルディアックは逃げるがそれを目撃した金小人は 犯人がカルディアックであることを人々の前で明かす。しかし士官は恋人の父をかばって金正人の方が犯人の共犯者だと主張し金正人は連行されてゆく。カルディアックは真犯人を知っているというが真犯人を知りたい人々は彼が犯人を教えなければ仕事場に押しかけて金細庫を全て破壊すると脅しカルディアックは自分が犯人であることを白状する。 人々はカルディアックを襲う。主観が人々を止める。品種のカルディアックは主観の渡した金の鎖を眺めて喜び、そのまま事切れる。主観と娘、人々の合唱によって幕が下りる。後にヒンデミットは四幕からなる改訂版を作った。この版はより、ホフマンの原作により近づき、カルディアックは人間味を増している。キプジンはオペラ歌手に変えられて、 官能性は減退し、王はオペラ歌手に入れ込んでいる公爵に、士官はカルディアックの徒弟に変えられている。第3幕は新たに追加され、リュリのファイトンに出演したオペラ歌手が、公爵が勝手に持ち出した王冠を上演後に、カルディアックに返そうとするが、警察官が王冠を着服してしまう。この改訂版は1952年6月20日に、チューリヒ歌劇場で上演された。 改訂版では、カルディアックが殺人を犯す動機は、より明確になっているものの、劇の内容が音楽とうまく合わず、挿入された第三幕が、劇の緊張感を弱めてしまっている。改訂版が上演されることは、初版より少ない。ありがとうございます。